週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。デリシャスなラジオ月9はクリスタル、次の番組はハッピートゥナイト、ミキナさんとカオイさんがお届けします。チームクリスタルではコンシェルジュアシスタントを募集しています。あなたの参加お待ちしております。クリスタルのホームページもオープンしましたね。カタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。チームクリスタルの番組情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのもクリスタルさん、はい、アシスタント募集したら来ちゃいました。イエーイ、よろしくお願いします。クリ太郎です。バビアキャラクターちょっとまだなんかあの迷いが見られます。瞑想中です。瞑想中あの多分ね、あの制服着たらちゃんとなると思う。あ、そうね、整っていきますからね。来月からの制服を配布しましたので、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。どうして配ったか、ダサいからです普段の我々がもうね、クリスタル本家おしゃれだって言ってるのにね、もう全然何でもしないからね。制服を用意しました。ペアでなんでやねんって言いますからね。漫才、漫才師なんだよ。このクリ3年というグループでね。クリです。モモです。合わせてモモクリ3年までだろ。そうですね。打ち合わせなかったね。やっぱり抜けてる。最初までいたのね。はい。きちっとね、決めてね。はい。それでは。2016年クリスタルのキーワードは弾けてしまえ、心のままにあなたの素敵が輝く1年でありますように。では参りましょう。よろしいですか。合言葉はお互い様にありがとう。本家クリスタル、また来週あなたのクリスタルが今夜輝きますように。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。やればよかったね、なんかね、そうそう。ももくり3年言ったもののみたいな。ももくり3年かけ8年をお待ちしております。お待ちしております。あれなんですか、これ僕、YouTube に上げる動画ちょっと何か来てねー、今よろしくお願いします。ちょっと面白いです。ありがとうございます。